結構奇妙なコメントがありました。堀井さんがなんかすごく気持ちよさそうに喋ってますね。なぜかそういうコメントが結構あったんです。ハロー YouTube、 今日はですねテレビと YouTube のこう関係についてお話をしたいと思います。どういうことかというと、僕これね割と結構コメント見てるんですよ YouTube ので、 YouTube のコメント見ると、僕が一人で喋ってるシリーズ、これも一人で喋ってるシリーズの中の一つなんですけど、そこのコメント欄を見てたら結構奇妙なコメントがありました。僕にとって堀井さんがなんかすごく気持ちよさそうに喋ってますねと。俺別に普通と変わんないよ、いつもと変わんないよって思ってますけど、なぜかそういうコメントが結構あったんですね。でなんでだろうなと思って、あ、分かった、それはそれを解説してくれるコメントがあって、要は堀江さんが一人で喋ってる時ってなんかテレビとかに出てると誰かが僕の意見に反対したりとか、なんか悪態をついたりとか変なツッコミを入れたりとかするから、僕がイライラしてるように見えると。確かにそうなんですよ、イライラしてます。サンデージャポンとかで杉村太蔵とかに、西川先生とかになんか余計なコメント入れられると、ちゃちゃ入れられるとマジでムカついてます。だけど大人の対応してムッとしてるだけであんまり怒んなかったりとかするんだけど、やっぱ顔に出ますよね。そうなんですよ、これ一人で喋ってるとそういう雑音が全くないので、すごく確かにスラスラ答えてるし、多分僕の嫌なところが出ないんだと思うんですよ。だから僕もちょっとテレビに出るのをすごい控えようかなと思ってます。なぜかっていうと、多分番組のディレクターも僕の嫌なところを引き出して悪役に仕立てようとしてるんだと思います。テレビって悪役にみんななりたがらないんですよ。それはなぜかっていうと、まあ、芸能人の人は特にそうなんですけど、ツイッターとかそういうところで悪口言われるのを極度に嫌がるんです。でメンタルが弱い人はそこですごい落ち込んじゃったりとかするんですけども、僕はアメゾ BBS 時代から20年以上ネットの罵詈雑言に慣れきっちゃってるんで、ふんみたいな感じで見てますけど、普通の人は確かにメンタルやられるなと。でテレビで例えば僕 Q 様っていうクイズ番組に出てるんですけど、自分が出てる Q 様見たことももちろんないんですけど、そんな暇ないんでコメントだけ見てるんですよ。たまにエゴさしてツイッターとかのコメント見てると、堀江もムカつくって結構書いてあって、なんでかっていうと、僕が答えられずに予選落ちとかしたら、なんか解説欄にいて、で小声で、あ、この問題分かったのにとかって言っても全部拾ってるわけ、ディレクターが。であいつなんか往生際が悪いとか、堀江もなんか出なくてもいいのにとかいろいろ書かれるわけ。それは僕がそういうキャラに仕立て上げられてるんですね。悪者キャラに仕立て上げられてる、あるいはみんなの意見と違う意見をするよく分かんないやつみたいな 見せ方をされてるんですよ。それはもう要はバラエティとかサンデージャポンみたいなニュースショーみたいなやつっていうのは、そういう役割がそれぞれ決められてるんです。で僕はその役割にさせられて、僕のイラッとした部分を出されて、テレビを通して僕を見てる人っていうのは多分あいつ嫌なやつだなって思っちゃう人が多いんだなというふうに思ってます。でも実際は僕こんな感じなんで、別にストレスなく、まあ、要は変なツッコミとかわけのわからないツッコミとか感情論で話されたりとかしない限りは、至って普通にこんな感じのテンションで、友達とかと話してる時はこんな感じのテンションなんですよ。だから世の中の人たちとなんか僕像が違っていて、 YouTube チャンネルを見るとみんな僕がこういう人だったんだっていうふうに思うんですね。で僕この間、麻薬でですね、 MDMA でサージ・レディカさんが捕まった件に関して議論になったわけですけど、もう杉村大蔵とかがもうとにかく悪いものは悪いんですみたいな感じで来てるんで、いやいやそうじゃないでしょうと。大麻が合法だった時代もあるし、まあ非犯罪化って言って、刑罰がない、まあ、実質合法化と一緒だと思うんですけれども、そういった国もあると、オランダとかカナダとかそういうふうになってるわけだから、日本もそうなってもいいんじゃないですかと、議論しましょうと言ってもこれ議論にならないわけですよね。僕だからそれで思い出しました、これ箕輪君、編集者の箕輪君も言ってたんですけど、小学校のクラス会みたいだなみたいな。
で僕確かにそういう小学生でした。大体あのほとんど大多数の人たちの意見というか、まあなんだろうな、感情的にそっちの方が正しいんじゃないかっていうふうに思ってしまうような事案に関してはみんなそれ引きずられるわけですよね。でいじめられたくないからみんなこうそっちの方向の要はマジョリティの意見にみんな同調しちゃうんです。で僕みたいにいやいやこれ合理的に考えたらちょっと違うんじゃないの、この意見って間違ってないっていう話をすると、僕あの学級会ですかなんか分かんないですけどホームルームとかで結構吊るし上げられました。なんで堀江君はそんなこと言うのみたいな感じで先生にも怒られクラスメートにも阻害され、だけど僕はこんな感じのマイペースなんで、まあ、小学生ってすぐ忘れちゃうんでまた次の日はなんかクラスメートと仲良くしちゃったりとかしてたんですけど、サンデージャポンこの間その杉村大蔵君とかと言い争いになった時はあなんか小学校のクラスみたいだなっていうふうに思って、僕のちょっと悪い面がすごい悪い面というかな、なんかあいつ何言ってんの的なところを出されてしまってあ良くないなと思いましたので、あの皆さんがこうやって YouTube チャンネル見ていただいているのでテレビに出る回数はぐっと減らそうかなというふうに思っておりますので、今後とも YouTube チャンネルよろしくお願いします。いってらっしゃい。テレビに出る回数はぐっと減らそうかなというふうに思っておりますので、今後とも YouTube チャンネルよろしくお願いします。